皆さん、こんにちは。兵庫県民、神戸市民、淡井圭介です。日本人です。2023年、8月の26日、9時41分、なんかもうすでに怖いっていう、その声が先ほどなのパワハラっていう名称のプレイヤーかな。声までわかるから、先ほど多分僕のことわかってる。わかっていて、ふざけて、カントリーロードっていう名前を出してきてる。まあ、今まで先にもこの映像が出てるっていうことは、そのね、プレイヤー名がどういう行動をしていたかという部分と、なぜ、普通自分で自分の名前パワハラってつけないでしょ。パワハラ、セクハラ、モラハラってつけて、あなたはした方ですか、された方ですかって。で、ずっと返答なくて、だからした方ですか、された方ですかって。で、返答ちゃんとしないんです。もうその時点で怪しいでしょ。で、カントリーロードって言ってきたんですよ。ちょ、こっちも、強いプレイヤー、どういうふうなお金の使い方してるか、ある意味心配してる部分と、悪いことしなかったら大きな家なんか昔から建てれないんです。給与の算定表っていうものがあるから。不愛とかできたかとか生かされてる人たちって、大体もうピンハネされてる人たち。あと、日給も、本当に。で、そもそも言うとね、もう本当の話しますよ。これ他のプレイヤーの人たちも本当に聞いておいた方がいい。もう若い人は、もう僕のことおっさん呼ばわりしてきてるから、多分、いや、もうそこまで言うんだったら僕の年齢知ってるんだと思う。で、若いんだったら、もう最初から中古物件行った方がいい。結婚し、するんだったらね、結婚してるんだったらね。で、最初の5年間は金に負けてくれます。安くしてくれるっていうこと。これずっと昔から同じルール。で、夫婦共働きで一気に返済。それしてなかったら、金利が5年後ぐらいからだいたい 3% ぐらいかな。まあ、例えば、1000万の借り入れだったら 3% だったら年間で30万。バカにならないでしょ。3% って全然。ね、家買うときって。3000万円ぐらい土地と建物代込みで、まあ、3000万円以下。でも、その世界で無理だと思う。月々の返済が、2700万円の土地代、建物と土地付きで2700万円代ぐらいの家で、月々のローン40年ローンで、40年だから、正直、20歳ちょうどから、正社員雇用みんなもらえてます。そういう立場になれました。で、絶対仕事で失敗しない自信あります。大体いろんな人、僕が一応、まあいろいろ事情を知ってもらいたくてっていう部分を含めてなんですけど、いろんなこと込みでね、裁判所に出したら生活保護、僕、今生活保護なんですけども、生活保護係の方、担当の方が部署移動させられてるんです。もしかしたら、民間の方生かされてる可能性あります。可能性ね、あくまでも可能性。それなりの内容があったんです。水道屋さんが来て、本当は僕仕組み知ってるんですよ。工業高校出身でいろんな仕事し、来ましたから、シャープエンジニアリングでもそうだし、中和株式会社もそうだし、そこは、自分で給油ノズルの交換とかしなきゃなんないから、中でね、例えばガソリンスタンドの給油ノズルあるでしょ？あれが、ガソリンとか灯油とか漏れてきた時って、あれ、中を分解したらね、ゴムのパッキンが入ってるんですよ。オーリングかパッキン、どちらかです。まあ、水道は、だいたいパッキンみたいですね。オーリングも多分あると思いますよ、探したら。で、その水道屋さん、僕は最初から分かってるから、水道屋さんに電話した時に、市指定の、神戸市指定の、多分もう水漏れだからパッキン交換だと思いますって言って、で、今から電話かけ直す、させますので、その人にそのこと言ってくださいって、もういきなり仕事放棄。通用しない、無理無理。で、一応僕の方では、その、修理しに来る修理工の人間に言いましたと。そしたらそいつ、いろんなこと言ってきて、こっちにトイレの水とか漏れ始めてるから、焦ってるでしょ。で、生活保護係とかに電話して、その人は電話で喋ってる声聞こえてきてるのに、今いないって言えへんと。神戸市北区の北新部の出張所の電話に出た女性の対応者が言い始めて、多分その人も何かしてるんだと思う。だって、今いません。電話かけてる声が聞こえて。で、
担当者の人ね、もう僕はホームページで公開してますけども、門脇さんっていう人なんですけども、基本的にしっかりした人ですよ。僕が訴えた内容で、勝訴でね、まあ、貸金の件でね、お金が返って、全然返してくれないということで、金利付きでね、まあ、元本組み込み出て、ちゃんと判決書に書いてますから、民法であるんです。元本の組み込み1年で。で、大体貸したお金がね、10年で 1.5 倍ぐらいになります。まあ、200万ほどの貸しだったんですけども、いろんなことを言ってきて、結局騙して金をこちら、貸さされてる方、だから被害者、原告。で、それは仮執行までの、判決出てるんです。で、その人は、その門脇さんっていう人は、ちゃんとその書類を見たら、あ、青江さん、これ、なんで執行いかんかったんっていうこと言うんですか。違う。差し押さえの窓口、さらにお金と。裁判官が言ってることとか、その時はね、最初は僕、弁護士さんつけて裁判したんですけど、最初書類の作り方とかわからなかったから、それが20代後半か30歳ぐらいの頃。で、ちゃんとね、これ法律でありますから、裁判官に許可をもらって、裁判所の法廷で録音させてもらった方がいい。それしなかったら、その後の裁判が、事故が決まってるんですよ。その30分後に次の法廷とか、裁判官と書記官の喋ること。早すぎて目も追いつく。途中から何言われてるか本当にわからなくなるから、これ以上進んだらお金、さらに、どうしよう、弁護士さん雇って訴訟費用の救助申請通って、これ、相手方の訴訟費用持ちなのに、これ、どっからどこまで払ってもらえるんだろうで、おかしい、訴訟費用、勝訴見込みがあるのになぜ切手代払わなきゃなんないんだろうって、そこからして、本当はみんな、本当はナチュラルで分かってない人とかも、どうやらいるみたいです。だって、今の裁判だって、口頭に挙げてるもの、ちゃんと裁判番号出してるから、それは本当の話だから。訴訟費用の救助申請っていうものは、勝訴の見込みがあるときだけ通るんです。で、ちゃんと、高等裁判所の人は、事件継続中ですって返答してくれてるんですよ。そこで返答しなかったら、大変なことになるから、ここまで明るみになって、世間にさらされて、追い込み、これね、もう、あんまり笑い事じゃないんですけども、これもう、皆さんに知ってもらいたいんですけども、ね、まあいいか。我が天下戦国部の1から、我が天下と戦国部分についてっていうものを、ホームページ淡井圭介の履歴の、60.1 番から60.2 番とか、もうあと番号続いていくと思います。それ見てね、皆さん、ちょっと、笑いながらでいいから、世間の状況を理解してほしいんです。そうじゃなかったら、確実に滅ぶんで、いきなり輸入止まって、本当に世の中みんなほったらかし状態になってるんで、みんな法律覚えようとしないでしょう。公務員の人もニュース見てないんですよ。だからこの間低所得者の方への3万円の給付金、公務員のね、人たちが、いや、3万円の給付金なんかあるんですかって。全然わかってないから。いや、こっちも、って、上から情報回ってきてないんですか。いや、市役所って。あなたたちの上って。いや、来てませんって。ほんと。世の中全然まともに回ってないから。だから僕も一応、昔からね、3階建ての家とか、広い大きな家とか、高級車乗ってる人、悪いことしなかったら無理。それは本当に。富の分配ってちゃんとあるから。恐怖のピンがね、昭和63年、人材派遣業法が出来上がって、いろんな人間、いろんなところをたらい回しにして、ちゃんとね、退職金出さなかったとか、しっかり頑張ってたのに、ボーナスつけてあげなかったとか、まあ、住居でやってとかね、その辺のところに関しては、つける義務はないと言えばないんですね、本当は法律的に。で、公務員の人ぐらい確定的なの、退職金を、退職した時にしっかりもらえるの。一応、ホンダさんとかで、車のメーカーのね、20何年勤められた人で、退職金1000万円、まあ、ちょっと届かないぐらいですね、900何十万円ぐらい。大体それぐらい。世の中それは実態だから、本当にこれ意地悪で言ってるんじゃなくて、みんなお金の使い方として、ね、まだ人生自分の年齢考えた時に、まだ今から結婚だったら間に合うとか、それ所得税の控除でみんな家建てれるんですよ。
源泉税っていうのを働きに行ったら払うでしょ。で、それを所得税の計算表をね、僕は40番台に税務署の A 表、B 表っていうのを載せてるから、あれで自分で計算できるようになった方がいい。で、自分のそのローンの返済をあそこに記入して、で、納めた源泉税を返してもらうんです。本当に。その方法なかったら、給与の算定表通りに物事を考えたら、ね、固定資産税があるから、2700万円ぐらいの住宅ローンを一月7万円返済でしょ ?40 年でしょ。で、固定資産税で年間24万ぐらいかかるから、一月だいたい、まあ、10万円ぐらいの返済だと思っておけばいいです。ね、夫婦共働きで、一月10万ね、一人だけで家建てれます。無理でしょ。毎月10万返済できます。社会保険入ってなかったら自分が不利になりますよ。厚生年金。ね。半分会社が負担してくれるんだから、その方、それがほとんどの、お金の金額の掛け金になってるんだから、それでも、現実的なところで言うと、今のデータでね、最近、ここ数年の最近のデータで、7割の人は、一月年金の支払い額は15万届いてないんですよ。大体それぐらい。もう大体でいいです。これから先もっとひどくなりますから。なぜかっていうと、先進諸国はお互い少子化になってるんです。ものすごい勢いで。出生率っていうものは 2% で人口横ばいなんです。わかります?もうそこあるし、ややこしいでしょ。日本今 1.27、最新のデータの情報。本当はもっと最新のデータではもっと下がってるかもしれない。韓国だ、3なんか資産。だいぶ前から0.8、徐々にこう下がっていって、何が悪いって2003年にできた個人情報保護法。あれが出来上がってから、もうその、先からもうずっと一気に少子化。みんなどこに誰がいるか分からなくなるから。連絡つかなくなるから。本当に。元から電話番号知っていて、その人がずっと電話変えない人とかじゃないと、家知ってる人とか。家、ね、電話は繋がらなかった。家行ったら、空き家だったら、諦めるでしょ。返答なかったら。交通費かかるから。みんなもともとお金持ってないから。あんまり。コンピューターはお金持ってるか持ってないかで言うと、1円でも持ってたら持ってるって言うんですよ。エネルギーの残存量問題で、資源のね、採掘、ガソリンが1リットルでも埋蔵量残ってたら、コンピューターはあるって言うんですよ。本当に。そういう詳細はホームページ RYKSK の駅に記載しています。例えば、一番の近くにある最重要項事項、それ YouTube の一覧表の上のところと下のところの間に一番同じものを記載しています。その近くに、下の方の一番の近くに最重要事項。それは、エネルギーの輸入が止まったら日本の場合、もうほとんど海外から、石油関係、石炭関係、ウラン鉱。ウラン鉱はもうカナダぐらいです。売ってくれるの。原発の元ね。もうこういうものは、もうほとんど海外から輸入してます。ほとんど。日本でも一応採掘してますよ。だけども数パーセントしかにならない。ガソリンなんか 10% ない。これが本当。で、地震が大量発生。一斉崩落。大学の教授が昔から大バカなことばかり言ってたから。で、それがインターネットとかに残っていて、この近代文明ネオンプレート説ってちょっと前も池上彰さんの番組で見たでしょ。もうやめなさいって言っても、まだ放送してるんですよ。あのね、地球の中心に向かって重力がかかってるでしょ。同じ方向にくる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 回ってるでしょ。で、月とか太陽とか自転公転があるでしょ。あれで四季があるんですよ。太陽との距離が縮まったり。縮まったら当然夏ですよね。離れたら温度下がりますよね。冬ですよね。それぐらいはわかりますよね。ね。地球の中心に向かって重力がかかっていて、くるくる同じ方向に回ってるのに、右側と左側が大陸が動いてくる。動いてくる。本当にそう思って言ってるの。あんた人格破綻者か、パッパラパーよって。そんなことで精神病院行かされた、連れて行かれたら、みんなの税金だからそこ、一月百何十万求めてくるから、そこ精神病院って。違う違う。僕は大阪ヒルトンホテルにちゃんと働きに行った。関西ナンバーワンの売り上げのレストラン。王朝っていうレストラン。ね。年間で、約大体5億円の売り上げあります。1日の売り上げ更新しました。2000年の1月2日に。468万。できます?聞いてる方。
1日ですよ。1ヶ月違いますよ。ホテルってサービス料 10% と他に消費税いただいてるんです。それ込みになったらどんな金額になるか分かるでしょ。500万超え。できます月間売上は多分僕たちが勤務してた時のフルーツラーパークのバーベキューコーナーの1998年か7年の5月の月間売上が多分ギネス記録だと思います。1億円以上ありましたから、売上。1日で、ゴールデンウィークとかね、予約、2000何百人か、3000人ぐらい、夜は夜で別に。予約1000人いたかもしれないか、余裕で突破していたかもしれない。最初から席か、とんでもない量用意してない。無理無理。で、僕らが稼いだと思ってるでしょ。全然違うから話。阪神・淡路大震災が1995年にあったでしょ。それぐらいのちょっと前にフルーツラーパーク開業してるんですけど。299億なんて。無理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 。固定資産税だけで1億確定。それだけ売ろうと思ったら人件費かかることぐらい分かるでしょって。フルーツフラッパーク一回行った人出しただけで、もうわざわざ行かなくていい、交通費かかったりするから、昔はちゃんと入り口のゲートで入場料、大人の方は1000円、子供の方は500円払ってくださいね。本当は焼き石に見つ。返せそうに思います。299億5千枚。駐車場、ゴールデンウィークなんか、駐車場はもちろんいっぱいです。ゴールデンウィークじゃない土日とかでも、他の砂利のところのね、二十歳っていうところにも誘導して、お客さんの駐車場入ってもらって、当然あふれ返るでしょ。フルーツフラ。中の、時計台の前の広。少しでもスペース。片っ端から車って。これ正直、一番奥の人、どうやって出るの？しゃ、僕もバーベキュー、もう現場で、そこも、一つでも失敗したら、団体のお客様、座らせ間違えただけ。食べてるね、頼んでるセットとかが全部変わるでしょ。え、頼んでた内容と違うよって。いやいや、交換してよ。ちゃんとした、頼んでたもの出してよって言われるでしょ。そんなことしたら、何百人単位の団体の交換食べ物。すごい赤字。絶対負けられない、失敗できない仕事がそこにはある。団体のお客様を座らせるとき、ちゃんと、いや、本当に団体のお客様がすごい。本当に気張ってなかったら、途中でテーブル移動とかするから、本当に。団地にまで。交通の渋滞、本当にあるか、向こうからちゃんと連絡来るから、何時まで、来れないって言ってるって、ちょ、これ、組み直さなあかんわって、そうじゃなくて、一般のお客さん、食べるところだけ、もう、一旦回収しよう、回収しよう。怒られる。夏場とかもうゴールデンウィークなんて暑いでしょ。お弁当なんか持ってきたら腐るから。学校教育でみんな本当は習ってる、習ってるから本当。夏場とか、暑い季節に校外学習行かないでしょ。弁当が腐るから、当たり前、最悪お茶まで腐るから、半日あったら十分。綺麗なお茶でも。ちょっと話だいぶそれましたけども。本当に時々僕の YouTube 見た方がいい。
常識のある世界に戻ってきますから、ちゃんと僕は神がかり的な力も、これは裁判官とかも認めています。総理とかも分かっています。皇室の人たちも分かっています。で、法律のことも僕もある程度かなりの部分で分かっています。で、裁判所で対応してます。皆さん常識まずお持ちになりましょうって、そういうことになります。エネルギーの残存量問題、本当に。旅行されるのは一番も無理で、ゲーム業界がなぜ買ったか分かるでしょ。対して電力消費してない、ギア比、ギア比、ワンピースのルフィ最初から言ってる、ギア上げていって強くなる最高と思ったとして、ギア比6速なんかね、車乗ったことあります？マニュアル。ギア。